ご苦労だ。よっ、千秋さん。ああ、橋口警部補。どのしあったんですか。実は、殺された陽仙さんとは知り合いでして。殺されたって、千秋さん。まだ殺人事件とは断定してませんよ。でも、殺人事件担当の狩屋警部とあなたが捜査をしているっていうことは、殺人の可能性が高いっていうことじゃないかしら。いや、これは参ったな、千秋さんには。昨日のパーティーの出席者は特にでした。まず家元と玉井夫人、長女の美瀬、次男の雄仙、弟子の加瀬雄仙、それに高田和彦、上田正男、そして死んだ陽仙の8人だけだったようですな。パーティーが始まったのは午後7時30分。陽仙は食事が終わると席を離れてですな。最初は美佐店が陽仙と話をしていまして、次に加瀬、玉江、上田の3人で話をしたそうです。その後自分の席に戻りまして、ワインを飲んで倒れたということですな。死因はおそらくワインに混入された毒物による中毒死でしょう。いや、容体が悪くてね、あまり話を聞けなかったんですわ。何かあったら教えてくださいね。それじゃあ捜査に戻ります。はい、どうも。それではお父さんの63回目の誕生日を祝って乾杯。乾杯。乾杯。おめでとう、お父さん。まあ、この年になって誕生パーティーというのもなんだか気恥ずかしいパーティーなんだな。何言ってるんです。いつまでも元気で頑張ってもらわないとね。元気で。そうよ、お父さんあっての桜木流なんですから。家元の責任は重いですよ。優先、お父さんもいじめちゃダメですよ。いじめちゃダメですよ。いじめじゃなくって励まし。まったく優先さんにはかなわないですね。さあ、それじゃいただきましょうか。せっかく家元の誕生パーティーに呼んでもらったっていうのに、こんなに遅れちゃうなんて。じゃあ、そういうことでよろしくお願いします。お父さん、飲んでる？飲んでるよ。
橋口、監視の結果が出たぞ。あ、そうですか。どう、死因はワインに混入されていた青酸カリによる中毒死だ。誰が言った青酸カリ。いや、まだ他殺と断定したわけじゃないよ。あ、そうですね、うん。ニュースです。昨夜午後8時ごろ、京都鞍馬にあります山荘で、日本舞踊の桜木流家元、桜木千秋さんの長男、桜木陽仙さんが死亡しました。警察の調べによりますと、死因は毒物による中毒死で、他殺と自殺の両面で捜査を進めています。亡くなった桜木陽仙さんは昭和39年、桜木流私と陽仙さんが初めて会ったのは、ちょうど2ヶ月前、雑誌の取材で桜木家を訪れた時だった。彼はとても感じがよく、私の取材にも親切に答えてくれたし、とても人に恨まれるような人には思えない。そういえば、あの時、あ、そうそう、千秋さんは推理小説を読むのが趣味でしたよね。はい、事件を推理するのが好きなんです。じゃあちょっと相談したいことがあるんだけど、よかったら今度父の誕生パーティーがあるので来てくれませんか。その時に詳しい話をしますから。陽仙さんが言っていた相談っていうのは、もしかして陽仙さんの死と関係があったのかしら。
にかく私なりに調べてみよう。話をお伺いしたいんですが。こんにちは。以前取材でお伺いしました園山千秋と申しますが。ああ、はいはい、雑誌の記者さんどすな。実は陽仙さんのことで何かお話をお聞きできればと思いまして。自殺の可能性もあるって言うてるようですけど、陽仙様が自殺なんてとても思えません。旦那様の63歳の祝賀パーティーやったんです。警察は自殺の可能性もあるって言うてるようですけど、